今シーズン中に追加される武器とか、あと帰ってくる武器とかがいろいろとね公開されてたから、それの動画ですね。まあ、まず一つ目が、まあ、この足が凍るトラップ、これはもうほぼ確定くるらしいね。雪だるまとかその辺も来そうだね。あとこれファイルに追加されただけなんだけど、宝の地図も何かしらの形で戻ってくるかもしれないみたいです。まあ、こっからはね、まあ、近いうちに登場するやつなんだけど、まあ、これ実はね1個しかないよな、近いうちに来るよっても確定してるのが。それが、まあ、あのヒロアカコラボの なんとかスマッシュみたいな、デトロイトなんちゃらみたいな、これはもう今月中に来ることが確定しましたね。とあとね、この映像に映ってたこの2つの武器は後半に来るんじゃないかって言われてるみたい。一つね、今開発段階なんだけど来るっていう噂されてんのがあって、それがねホタルランチャーっていうやつ。まあ武器はこんな感じらしいけど、これも多分後半かな、まだ開発段階らしいから後半か来シーズンあたりに登場するっぽいの。あとはね、またラジカセみたいな、まあ周囲のオブジェクトとかにダメージを与えるやつが来るっぽい。あとね、これも開発段階なのかな、ちょっとわかんないけど、移動しながら回復してくれる NPC も来るらしいですね。そんな感じでね、結構いろんな武器とかいろんなアイテムが戻ってきたり追加されたりするみたい。